おはまる、どうも、紅茶ガーデンとラテちゃんです。もういらない、あ、まだ食べる？今日のバイト代です。あ、食べましょうね。はい、今回なんですけども、こちら、じゃかじゃん、ことぶきのスーパーターボトリプルボックス600というものを購入いたしました。もともとですね、ジェックスのデュアルクリーンを使っていたんですけどね、壊れてしまったので、せっかくなんで別のものも使ってみようかなと思いまして、こちらを購入いたしました。早速開封していきましょう。こちらのことぶきのスーパートリプルボックス600なんですが、まずお値段が2470円です。結構ね、お安いですね。でしかも海水淡水どっちもいけるそうです。で、交換用品はマットとダブルバイオ、ロ剤ですね。あとパワーヘッド、交換用ポンプがあるみたいです。で、電気代料金の目安は約1日24時間作動の場合約 4.2 円、安いですね。上部フィルターって違いって結構あるんですかね。私は前回はジェックスのデュアルクリーンを使ってみたんですけど、静かだなっていうのが感想ですね。入っていたものはこちらです。じゃかじゃん、ことぶきのマットが入っておりました。お、中身はなんだ、ツートンカラーだ。じゃーん、ボコボコした波打ったろ過マット1枚と、あと白いのが2枚ついてましたね。上がかなり粗めです。で、下のスポンジはね、まあいつも通りのものかなって感想です。なでちゃん、うんち出そうなのか。なんか青いですね。ここに、これなんだ、あ、なんか持ちやすい取っ手ですかね、わからないですけど、特にここが動くとかそういうのはないですね。つかみやすいけど、ちょっとゴミとかたまりそうな気もします。中身はじゃかじゃん、おお、多いな、いろいろ入ってますね。少しね、青みがかってて完全クリアではなくてかっこいいですね。素材が入っておりました。このね、円タイプのものと粒タイプの素材が2つ入っておりました。この水が出る部分がかなり大きい。わ、ポンプもめちゃでかい。ボトムボックスと接続可能みたいですね。底面フィルターをさらにパワーアップすることができそうです。どうやらさっきのマットは、トリプルボックス600は前面がろ過層になっているため、第2ろ過層のサイズが立体マットよりも若干小さくなってます。立体マットをセットされる際は第2ろ過層のサイズに合わせてカットしてください、だそうです。若干手直ししないといけないんですね。こちらが組み立て用の説明書なんですけど、結構多いですね。ちょっとめんどくさいなって感じました。もっと簡単にしてくれればいいのにね。そしたらこのペラペラのやつ、これを折り曲げる。へえ。ここに書いてありますね。内側に90度折り曲げて本体に差し込んでください。差し込みました。ここで差し込むんですね。なんか不思議な感じだな。これをセット、これかな、立体マットを入れていきます。カットしないとこうやってふにゃんとなってしまいますね。カットしましょう。これはちょっと手間ですね。はい、ぴったしになりました。はい、そしたらこれを設置して出しますね。うんちした。モーターを入れます。あ、オッケーオッケー。はい、ほぼほぼ組み立てが終わりました。このろ材を洗って設置していきましょう。水量はこのような感じです。音もどうでしょうか。ほぼほぼ水の音しか聞こえないように感じます。水の水量はこんな感じです。結構強い感じがします。ことぶきのこちらの上部フィルターなんですけど、メリットは値段が安い、あと音も全然静かで、水量も結構多いです。で、デメリットなんですけど、結構ね、細かいパーツが多くてごちゃごちゃしてる。次に、交換用マットをわざわざカットしないといけない。これは少しめんどくさいですね。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。動画が良ければグッドボタン、チャンネル登録お願いいたします。
最後までご視聴いただきありがとうございました。よければグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたします。